皆さんどうも、橋本でございます。今日からモーツァルト、オペラ、魔笛、呪力の解説に入ります。魔笛と言いましたら、モーツァルトのオペラの中でもフィガロの結婚と並ぶくらいに上演回数が多く、この呪力も単独で演奏される機会も多いことで知られています。人気の高い作品でありながら演奏難度は非常に難しく、当然ベースパートのポジション取りに難しい箇所が随所に出てきますので、16音符の細かいフレーズを重点に聞きながら解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭から57小節目までを解説していきます。冒頭はアダージョ、ゆっくりしたテンポで始まります。で、表紙は2分の2拍子となっているんですけれども、2拍子に換算したアダージョになりますので、実際の式は細かく4分単位で4つで振るというふうに考えていただきたいと思います。最初のボーイングは当然ダウンで弾くようにしてください。で、次はアフタートになりますので、アップダウンと弾きます。次も同じですね。そしてこのアフタートの16分音符なんですけれども、今書いてある楽譜通りに忠実に16分音符を弾きましたが、 C 社によっては解釈が異なる場合も多く、今のように忠実に16分音符でやる場合もありますし、あるいは8分音符に近く、今のように明確に間を空けるというふうに考える指揮者もおりますので、どのテンポタイミングで入るかは必ず指揮者、コンサートマスターをはっきりと見るようにしてください。続いて4小節目から4小節間のポジションを説明していきます。最初は第2ポジションからスタートしてアスを2で取ります。16音符の正を1で取った後、 S はアーセンで4で取ります。で、再び第2ポジションに戻って、正とアスを2、1と取っていただきたいと思います。そして、6小節目からなんですけれども、ここは第2、第3の中間ポジションでまとめて取っていただきたいと思います。 A を A 線で4で取って、で16音符のデスを1で、 G は D 線で2で取ります。で、デス、D はポジションを変えずに1、4とまとめて取っていただきたい。ボーイングなんですけれども、ダウンから入ってストレートに指順で弾いたんですけれども、6小節目も同じようにダウンで入りたいのであれば、5小節目の全音符でこの中で1回解明をして弾いていただいても構いません。そのボーイングで通して演奏します。ボーイングなんですけれども、このように弾いていただいても構いません。助走部分ゆっくりしたテンポは8小節目から15小節目まで続きますが、ここは全て休みになります。で、16小節目からアレグロ速いテンポに入りますが、2分の2拍子は変わりません。テンポが速くなりますので、式も当然2分音符単位で振る形となります。で、ベースは33小節目から入ります。早速ポジションを説明していきます。最初はハーフポジションに全てまとめて取ることができます。16分音符の正、ベー、アー、ベーは今のように指番号を言いますと4101と取る形になります。前からゆっくり弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。で、34小節目は D 線1本で取るんですけれども、 F のポジションは最初はハーフポジションで取ります。で、4で取ってるんですけれども、そのまま4で取ると16音符の頭の弦が跳躍しにくくなってきてしまいますので、 F の間でポジションを変えます。2つ F を4で弾いた後、3つ目の F で1、第2ポジションに変えます。で、ここで変えることによってポジションは変えずに G の16分音符を4でまとめて取ることができます。で、16分音符に入ってからなんですけれども、指番号を言いますと4212と取る形になります。ボーイングは先ほど弾きましたように34小節目前半の2つの F をアップアップと弾く形になります。この2小節間をゆっくり通して演奏します。ここまでこのような形となります。35小節目から2小節間のポジションですが、 D、G に出てきます。で、ここは異変せずに D 線1本で取っていただきたいと思います。したがって D を解放で、 G は D 線で押さえて取ります。このように取ることで異変の回数を最小限に抑えることができます。もう一度ゆっくりしますと、
このような形となります。で、母音が先ほど聞きましたようにアフタクトが16フォークになっていますので、その兼ね合いで35小節目頭の D をアップアップと弾いていただきたいと思います。最後に33小節目から38小節目までゆっくりしたテンポで通して演奏します。このような形となります。続いて39小節目40小節目、まずボーイングを説明していきます。最初はフォルテの入りになりますので、最初の S は当然ダウンで弾きます。で、ソーサンドがありますので次もダウンで弾き直しを行います。で、次の16フォークの D はアップアップ、もしくはもう一回ダウンで弾き直しを行って、ダウンダウンアップと弾いていただいても構いません。このどちらかを選択していただきたいと思います。ポジションなんですけれども、ここは比較的跳躍に余裕がありますので、下の S をハーフポジションで取って跳躍していただいても構いませんし、あるいは初めから第3第4の中間ポジションでこの S の2をまとめて取っていただいても構いません。そして40小節目 D からの下降形なんですけれども、ここのポジションは2つのパターンを説明します。まず1つは第3第4中間ポジションで D を2で取った後、 C、B を第2ポジションで4、1と取った後、アスからハーフポジションで取る方法、もしくは D、C を第3ポジションで4、1と取った後、 B からハーフポジションで取る方法があります。このどちらかを選択していただきたいと思います。両方のパターンをゆっくり聞きますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。41小節目から2小節間のポジションは33小節目から2小節間と全く指の動きは同じになります。ハーフポジションからスタートして、で、16フォークの F、S、D、S は4、1、0、1と取ります。で、次の小節はハーフポジションで取るんですけれども、前2つの D を4で取って、同じ音で第2ポジションで移ります。3つ目の D から第2ポジションで1で取っていただきたいと思います。で、C からの16フォークのフレーズは、指番号で4、2、1、2と取る形になります。ここまでゆっくりしますと、この2小節間はこのようなポジションとなります。43小節目からのボーイングですが、前の16フォークをダウンで弾いていますので、頭の S はアップで入ります。で、後のフレーズはソーサンドがついていますので、全てダウンで弾いていただきたいと思います。で、ポジションなんですけれども、45小節目、先ほど D 線で4、2と取ったんですけれども、ハーフポジションで D を開放で取っていただいても構いません。46小節目からもポジションを説明していきます。最初はハーフポジションで S までをまとめて取ります。で、C を第2ポジションで4で、 A と B は第1ポジションで1、2とまとめて取る形になります。48小節目なんですけれども、面白い取り方がありまして、第2第3の中間ポジションでまとめて取ることもできます。 S と AS を4、4と取ってポジションを変えずに、フィス、ゲーを1、2と取ると、ここでまとめて取ることもできます。で、49小節目はここはもう全てハーフポジションでまとめて取るようにしています。ここまで通していきますと、小節感はこのような形となります。で、その後は、チェーンのオクターブの関係になりますので、このオクターブをまとめて第2ポジションで取るようにしてください。で、最後は F だけになりますの で、 指は4でも1、どの指を使っていただいても構いません。はい、今日はここまでとさせていただきます。最後に譜面の見方で注意していただきたいんですけれども、ベーレンライター版でもチェロとベースが共通した譜面で出版されているものもあります。この譜面の一部はチェロのみ演奏する箇所が少なくありませんので、ベースも一緒に演奏する箇所はどこなのかというのを把握して、間違ってチェロのみの箇所を演奏しないように注意していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。